笠原大賀は、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。ジップは、千葉ロッテマリーンズ、福岡大英ホークスの投手だった笠原栄一。兄は、元プロ野球選手の笠原正樹。小学校3年生の時に、南式野球の柏浜サンダースで野球を始め、4年生時に投手となる。 福岡市立歌詞第二中学校ではボーイズリーグの福岡ニュースターボーイズに所属した。3年生の夏に九州大会で優勝した。8月10日から行われたジャイアンツカップに出場し1回戦で1失点、関東勝利を挙げた。日本代表に選出され、11月に台湾で行われた第3回 AAA アジアチャレンジマッチにも出場した。高校は 兄と同じ福岡工業大学附属上等高等学校に進学。1年生の夏からベンチ入りし、周期福岡大会で3回戦の月谷学園高校戦で2失点完投。2年生の春からエースとして活躍、春の福岡県大会で優勝し、九州大会では4強入り、夏の県大会も4強入りした。3年夏の福岡大会1回戦の対、 新宮高校戦で参考記録ながら6回までに完全試合を達成したが、2回戦で沖学園高校に2対3で敗れ、甲子園出場はならなかった。2012年度プロ野球ドラフト会議にて、地元球団の福岡ソフトバンクホークスから5巡目、指名を受けて、契約金3500万円、年俸500万円という条件で入団。背番号は63。 2013年、体力の要請を優先した関係で、1.2軍とも、公式戦への登板機会がなく、3軍の対外試合で、実戦経験を積んだ。4月14日の対釜市、バーニングヒーローズ戦で対外試合デビューを果たすと、7月7日の対愛媛マンダリンパイレーツ戦で、初めて先発に起用。3軍戦全体では、21試合に登板すると、61回、 2,3を投げて、防御率3.67という成績を残した。2014年、4月2日の対オリックスバファローズ戦6回裏から、3番手投手として、ウエスタンリーグ公式戦に初登板。5月27日の対阪神タイガース戦で、同リーグ公式戦初の先発マウンドを踏むと、先発登板3試合目に当たる7月11日の対オリックス戦で、 先発投手としての初勝利を挙げた。7月17日のフレッシュオールスターゲームでは、ウエスタンリーグ選抜の救援投手として8回表に、当番イースタンリーグ選抜の先頭打者、井上春近からのソロ本塁打で決勝点を、奪われたが、この1失点のみで後続を断った。ウエスタンリーグの後半戦で先発ローテーションに、定着すると、先発した7試合で、 防御率2.40を記録。そのうち6試合でクオリティスタートを達成したり、参考を記録ながら、QS 率が85.7%を占めたり、するほどの高騰を続けた。8月下旬には一軍の仙台遠征へ帯同したが、プロイリアと初の出場選手登録や、一軍公式戦でのデビューには至らなかった。シーズン終了後には、 プエルトリコのウィンターリーグへ派遣されると、ヒガンテスデカロリーナに所属。先発で1試合、中継ぎで2試合に登板したが、リーグ戦の終盤には、登板機会がなかった。2015年、ウエスタンリーグ公式戦では、3月17日の大阪新戦で、開幕投手を任されたことを皮切りに、5試合の登板で1勝1敗、防御率3.60をマーク。 三軍戦にも24試合に登板で109回を投げ、5勝6敗1セーブ、防御率3.06の成績を上げたが、一軍昇格の機会はなかった。2016年、ウエスタンリーグ公式戦22試合に登板すると、リーグ最多の投球回数に到達。チームメイトの山田大輝、阪神の秋山匠と共に、リーグ1位の9勝を挙げたほか、 リーグ単独1位の118奪三振、リーグ単独3位の防御率2.52を記録した。オフの10月12日に第1回 WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出された。11月7日のオーストラリア代表との決勝戦で先発を任され優勝を果たした。11月28日に行われた。 NPB アワーズ2016において、ウエスタンリーグの最多勝利投手賞、優秀選手賞、新人賞、努力賞を受賞する。2017年、宮崎春季キャンプでは、A 組に抜擢され、オープン戦でも結果を残し、自身初の開幕一軍登録を果たした。4月3日に一度出場選手登録を抹消されたが、ウエスタンリーグ公式戦において、 リーグトップの防御率1.42の高騰を見せる。5月23日に再登録されると、5月24日に福岡や福岡、ドームで行われた、対1バロッテマリームズ戦でプロ初登板を果たし、この登板によって、日本プロ野球史上初の親子、兄弟揃っての一軍公式戦登板を記録する。親子、兄弟の一軍公式戦出場は、同情親子についでに例目となる。 その後、6月10日のセパ交流戦、対阪神タ対ガー,アース戦まで、中継ぎ投手として6試合の1軍公式戦での登板機会を得る。2軍公式戦においては、21試合の登板で72回、1、3を投げ、5勝3敗、防御率2.49の成績を残す。2018年、1軍での初登板は7月28日の楽天戦9回をもて、 1>, 1から6からの5番手としての当番だったが、打者6人に2安打1支給で1点を許し、これが同年の1軍唯一の当番となった。同年オフの宮崎でのフェニックスリーグでは、最速147キロを計測するなど、復調してきていたが、11月4日、次年度の契約を結ばないことを、球団から通告され、同年12月に育成選手として再契約することになった。 東京ホーム2019年4月13日、四国中央市浜公園側の野球場にて2019年、支配下選手契約への昇格及び一軍での試合出場はなく、10月1日、2年連続で次年度の契約を結ばないことを、球団から通告された。笠原本人としては、昨年よりも調子が良かったとして、現役続行の道を模索していたが、後に、 現役引退を表明し、ソフトバンクの球団職員として球団に残ることとなった。球団職員として働きつつ、兄と共に笠原塾を運営している。ありがとうございます。